かつての西武武蔵関、ステーションビル上石神駅1.2番ホームに掲示されていた案内板現在の武蔵関駅北口、西武武蔵関、ステーションビル暮らしの生活便利館は、東京都練馬区武蔵関駅北口にある、西武プロパティーズが経営していた駅ビル。1978年12月15日に、 西武鉄道と武蔵関駅の所在地、ネリ区マクの共同資本協力で完成、オープン。同時に、駅の北口が完成し、駅直結駅ビルとなる。それから30年以上、利用者の増減を繰り返しながらも、沿線住民の足として利用されていた。1990年の春頃に大規模改装を行い、同年6月29日に、新装をオープンしているほか、 2013年から2014年には、洗面所の大規模改修を行い、男女共に老朽化していた和式トイレのみから、洋式ウォシュレットへの変更、及び車椅子トイレの設置を行った。先日の1990年以降は、これ以外にも何度も、改装、店舗の変化を行っている。2015年10月1日に、 西武グループが経営展開する商業施設のエミオブランドへの統一のため、エミオ、武蔵関へ発展解消され、事実上の閉店となった。ありがとうございます。